来たか、崇高な理念を理解できぬ哀れなる者たちよ。はいはい、勝手に哀れんでてよ。けどレンズは使わせないよ。素直にそこをどけ。邪魔立てするならば。キュッ。リアラ様、本当によろしいのか。神の救いを拒絶する者たちと行動すること、とても聖女のすることとは思えません。私の求めていた英雄はカイルだった。だからたとえどんな結果になろうと、彼と共に歩むわ。そう決めたの。リアラ、あなたはエルレイン様とは違いすぎる。そんなことでは救いはもたらせはしない。ベラベラ喋るのは勝手だがな、そろそろどかねえと痛い目見るぜ。あくまで飛行竜を止めるつもりか。ならばお前たちの相手はこのグラシャラボラスで十分だ。おい、そんなのありかよ。なんだい、腰が引けてるよ。痛い目見せるんじゃなかったのかい。無駄口はそこまでにしろ。来るぞ。よし、行くぜ。はっ、天天爆炎剣燃えろ。はっ、爆炎剣燃えろ。クラストファンス。はっ、天天爆炎剣。まだまだ、これからだ。なんだ。レンズの力を失って飛行竜が降下を始めたんだ。ああ、なるほどな。って冷静に言ってる場合かよ。とっととずらかるぞ。落ちてる、この飛行竜落ちてるよ。くちゃべってねえで、とっとと逃げるんだよ。道はどっちだっけ。おいおい、帰る。何ボケっとしてんだよ。とっととずらからねえとマジでヤバいぞ。飛行竜と共にレンズを海に沈めてしまえばエルレインも。もう考え事は後、今は脱出するのが先だよ。話は後だ、とにかく今は脱出するぞ。ふぅ、間一髪ってところだったな。でも結局レンズは取り返せなかったね。他に方法がなかったんだ。仕方あるまい。はい、俺たちも巻き込まれちまうぞ。何やってんだ、ジューダス。逃げろ。くそ、出力が上がらない。どうなってるんだ。ダメだ、間に合わねえ。私は平気。それよりみんなは。どうやら生きてるらしいな。いや、今度ばかりは一瞬覚悟を決めたぜ。よく言うよ、殺したって死なないような顔してさ。ま、それだけ悪運が強いってことだね。助かったのはいいが、僕たちをどこへ連れてきたんだ、リアラ。わからないの、私にも。ただみんなを安全なところへって、そう念じただけだから。でもあの空間の歪みはもしかして。嫌な予感がするわ。早くここを出ましょう。そうだね、とにかく外へ出よう。しかしあれがおとりだったとはな。エルレインのやつにしてやられたぜ。彼女には飛行竜など使わなくても大量のレンズごと転移する能力があったんだ。だが彼女はこちらの先入観を利用して、あの巨大な飛行竜に目を向けさせた。僕としたことがあんな罠に引っかかると。まあ過ぎたことをとやかく言ってもしょうがないし、とりあえず
このしけたとこから出ないかい。こういうジメジメしたとこは性に合わないんだよ。だけど、あの立ちくらみみたいなのは何だったのかな。一瞬、目の前がクラッとして、まるで世界が歪んだみたいになって。ん？なんだ、お前もか。俺はまた貧血でめまいでも起きたのかと思ってたんだが。あんたが貧血って柄かい。何？じゃあお前、実はこの俺が重病に侵された発酵の美少年だったらどうするつもりだ。美少年？少なくとも少年じゃないわよね。っていうか、おっさんだよね。お前ら一体何があったんだ。ともかく外に出て様子を見よう。開けたところに出たけど、ここはどこなんだろう。どこだとしても薄暗い洞窟の中にいるよりはよっぽどマシだよ。気分までめいっちまうからね。あら、どうしたんだいロニー。おい、ありゃなんだ。え、あれがあるんだよ。18年前にスタンさんたちがぶっ壊したはずだろ。じゃあここは過去なの。そんなはずない。だって時間を飛んだりはしなかったもの。過去へも未来へも。だとするとここは現代ということか。そんなわけないだろうが。あれが浮いてるってことは、さっきの光を見ただろう。あれはレンズの光だ。ベルクラントのものじゃない。おそらくは、あのドームに何らかのエネルギーを供給しているんだ。ダイクロクトは過去二度歴史に登場しているが、そのどちらでも地上のエネルギー供給などはしたことがないはずだ。エルレイン。え？まさか、エルレインがあれを。おそらくはな。おい、どういうことだよ。説明しろ、ジューダス。間違いなくここは現代なんだ。ただし、エルレインの手によって都合よく作り変えられたな。そんなことができるわ。だってエルレインは過去に飛べるんですもの。過去を変えれば未来も変わる。世界を変えることだってできるわ。とにかくあそこへ行ってみよう。何かわかるかもしれない。あっちも原野、こっちも原野、どこを見ても同じ景色ってのはつまんないね。人のいる気配も全くないし、まるで世界に私たちしかいないみたいだね。うすら寒いこと言うなよ。僕たち以外の人間がいるか確かめるためにも町を探す必要があるな。なるほど、そうか。わかったぜ、この世界のからくりが。本当？ロニー。ああ、こいつは夢だ。しかもこのチャランポランサから言って、こいつはカイルの夢に違いない。ということで、起きろこの野郎。相手、俺は起きてるよ。違う、お前は起きてる夢を見てるんだ。ゲゲ、そうだったのか。バカ二人はほっといて、町を探すぞ。ねえ、ここさ、父さんたちの活躍した時代って可能性ないかな。ほら、ダイクロフトだってあるし。うん、多分違うと思う。ここは神の目の騒乱の頃とは明らかに違う。いや、僕らが生きてきた世界とは全く違うと言ってもいいだろう。やっぱそうか。せっかく父さんに会えるかと思ったのにな。あんなもんが空に浮かんでたら影になる場所じゃ洗濯物もろくに乾きゃしないね。でもそれ以上日焼けしなくても済むじゃねえか。余計なお世話だよ。あんたこそこの機会に日射病でやられた頭を直しな。なんだと。何さ。行くぞバカコンビ。こんな奴と一緒にするな。ここが別の世界だとしたら、どうやって元の世界に戻ればいいんだい。迷った時は
来た道を逆に戻るのがいいって言うから、もう一回浜辺に戻って。それからどうするつもりだ。僕らはリアラの空間移動能力であそこにたどり着いたんだぞ。そのくらいわかってるよ。リアラはみんなを安全なところへって念じたわけだから、今度はその逆でみんなを危険なところへって念じれば。そんなことだからお前はいつも迷子になるんだよ。エルレイン、あなたは一体何を。リアラ、あんまり考え込まない方がいいよ。こういう時は大きく深呼吸して心の中を空っぽにするんだ。心の中を空っぽに。そう、何にも考えないで、ただひたすら心の中を空っぽに。ちょっと帰る。どうしたの。いきなりもたれかかってくるなんて。ねえ、帰る。どうやら眠ってるみたいだね。心も頭も空っぽにしすぎだっつーの。あんなでかいものがよく落ちずに浮かんでられるな。そんな大口開けて空ばっかり見上げてっと、そのうちすっ転ぶぞ。いくらなんでもそこまでドジじゃ。あいで。いい意味でも悪い意味でも期待を裏切らない男だな。今はこの世界の情報を集めるのが先決だ。とにかく街を探すぞ。